ベアトリックス・ジョーンズ・ファーランド・ダンバートン・オークス・ワシントン・ D.C. ガーデン・デザインとして知られているアメリカの場所として最も良いベアトリックス・ジョーンズ・ファーランドは米国で活躍した女性造園家、ランドスケープアーキテクト。彼女のキャリアは住宅団地や国営住宅、公共公園、植物園、大学キャンパスなどとともに個人住宅やホワイトハウスを含め 約110の庭園を設計。主要作品は、ほんの数件だけ現存するが、作品には、ダンバートン・オークス、アビー・オールド・リッチ、ロックフェラー・ガーデン、メイン・シュー・マウント砂漠と・サバクプリンストンやイエール、そして西洋の大学キャンパスなどがいくつかある。アメリカ造園家協会創立メンバー11人の、うちの一人で唯一の女性だった。女性で、 ランドスケープアーキテクチャー専門職確立といった社会的側面と風景式庭園のデザインといった芸術成果両方で最も熟練した人物の一人と認識されている。ニューヨーク市の名家の生まれである。彼女が暮らしたのは5代にわたる園芸愛好家とされる家で母親メアリー・キャドワ・レーダー・ロールの父は弁護士、ウィリアム・ヘンリー・ロールで、 その夫人メアリー・ビニー・キャドワレーダーの父、祖,祖父に、ジョン・キャドワレーダーがいる。父は、フレデリック・ラインランダー・ジョーンズ。おばに、作家のイーディス・ウォートンで夏は、毎年家族と、後名だったイーディスと、その生涯の友、ヘンリー・ジェームズらと別荘がある、メイン州マウント砂漠の島バーハーバーにある、リーフ・ポイントエステートで過ごす。ファーランドは、 島の自然の熱心な観測者として、園芸計画に関心を持ち、サイトの実験デザインとして、リーフポイントの庭園にその若さで挑戦。人生を通して彼女は、風景の庭師ではなく、ランドスケープアーキテクトとして、自分自身を呼ばせる。20歳で一流の指導者に就こうとし、マサチューセッツ州ボストンのアーノルド植物園の、 初代園長で園芸学の教授でもあったチャールズ・スプレーグ・サージェントの下で働いた。1893年にマサチューセッツ州のブルックラインに移り、サージェントの屋敷に住んで研究に従事した。当時造園専門の学校がなかったために、植物学及び土地計画を専攻して、スケール、標高レンダリング、測量、エンジニアリングに製図法までをも学びたいと思い、 ニューヨークのコロンビア大学工学部で同校教授、ウィリアムウェアの下で学んでいる。その後、ファーランドはイタリア、フランス、オランダ、ドイツ、イングランドを訪問。日記によるとおびただしい量の庭園に言及している。これらのツアーでのヨーロッパ体験を通じてデザインの影響を描いた。彼女はまた自らのデザインにそれらの影響を還元。 風景の伝統にも触発されまた屋外スペースと定義されたガーデンをルームとして設計する彼女のスタイルはイタリアのルネサンス庭園の訪問、ビラでの見聞に触発されている。彼女は在来の植物種を使うことに影響を受けた。アメリカ国内外文献本を研究し、ネイティブパレットでの体験の主張しそうして影響力のあるイギリスの庭作家、 サセックスグレイ舞台マナーのウィリアム・ロビンソンとサリー、マンステッド・ウッドのガートルード・ジーキルに触発されての、ものである。ジーキルの一連のテーマ別ガーデニングの本は、自然植栽の重要性と価値を強調しており、米国では影響力があった。ベアトリクスは、歴史家で、スタンフォード大学、ハンティントン図書館、カリフォルニアとエール大学で、最初のディレクターのマックス・ファーランドとカリフォルニアで、 結婚。ワシントン DC のダンバートンウォークスの噴水彼女は1895年にニューヨーク東11ストリートにあった母親のブラウンストーンの家から策定の仕事を開始し始めた。当時女性は公共のプロジェクトからは除外されていたので彼女の最初のデザインは近隣のバーハーバー居住者の住宅庭園である。母親の助けを借りてそして叔母のイーディス・ウォートンの 社会的信用とともに彼女は著名人を紹介され、それは様々な重要なプロジェクトに取り組むことにつながる。この3年間で彼女のこの分野での活躍は非常に際立っていたので、アメリカのランドスケープアーキテクト協会の創設者に名を連ねるが、この中で唯一の女性で選ばれたのである。1899年にはワシントン DC の国立大聖堂の敷地と、 植樹計画を担った。トーマス1912年にニューヨークハイドパークの壁に囲まれたトーマス・ニューボールド夫妻の住宅庭園を設計。現在はフランクリン・ディ・ローズベルト・ナショナル・ヒストリック・サイトの一部。彼女の住宅デザインの現存する最古の例であることに加えて、この絶妙な壁に囲まれた庭園は、その時代、ファーランドと建築事務所、マッキム、 ミードホワイトの共同の一例という二つの顕著なデザイナーの現存作品として知られており、改築を受けて18世紀の家として復元された。彼女はダンバートンオークスの迎賓館の建設でもマッキム、ミードホワイトと共働けした。同時期に当時のウィルソン大統領第一夫人エレン・ルイーズ・アクソン・ウィルソンからホワイトハウスの東ガーデンと 西側殿策定依頼を受ける。ウィルソン夫人が1914年8月に死亡したため、プロジェクトは2番目の夫人から1916年に再開し完成させた。彼女はニューヨークのモーガン図書館の敷地を設計するために、ジョン・モルガンからの依頼を受け、以降30年間コンサルタントとして受託し続けた。ダンバートン・ウォークス・サイト・プラン彼女の最も著名な作品。 ワシントン DC のジョージタウン地区にあるダンバートン・オークスのはミルドレッドにロバート・ウッズ・ブリスの不動産でこの時の彼女のデザインは特にイタリアのルネサンス庭園からのヨーロッパの旅行時の体験に触発されて建築と自然環境との間の洗練された関係を確立することからなった。1928年彼女の夫はカリフォルニア州サンマリノにある ハンティントンライブラリー初代館長としての地位を受け入れ、彼らはカリフォルニアに引っ越したが、ファランドはこの地で顧客を作るのに苦労した。長きにわたりハンティントンのウィリアム・ハートリッチ植物園のランドスケープデザイナーとして、フローレンス・ヨック・とルイーズ・カウンシル、そしてロックウッド・ディフォレスト・ジュニアらがすでに同地で活躍していたためである。彼女の数少ない同地のプロジェクトは、 カリフォルニア州モンテシトにある私服の冬というリタイアメントチカーザドリンダ、そして近くのカリフォルニア近郊モンテシトの友人を介してきたもの、ミレドレッドブリスの母、アンナ・ブレイクリー・ブリスのご愛子、サンタバーバラ植物園のプロジェクトなどであった。ロサンゼルス地域では彼女は天文学者、ジョージ・ヘイルと建築家、マイロン・ハントといくつかコミッションを持っていた。 後者と一緒に彼女は、オクシデンタルカレッジとカリフォルニア工科大学でのプロジェクトに取り組んだ。その後は、メイン州シールハーバーのマウント砂漠島にある、アビー・アルドリッチ・ロックフェラーのザエリーにある、中国風の庭園のデザインや監督などを担当、東部のプロジェクトのために、自動車の時代であったが、電車通勤した。そして他デザインでは、アーノルドジュモク木園や、 ジョージ・ワシントン・バンダービルト2世のビルトモアエステートでフレデリック・ロー・ウォルムステッドから以前に学んだ原則を適用している。また、ジョン・ロック・フェラー2世からメイン州のマウント・デザート島にあるアーカディア国立公園リーフ・ポイントハウスそばの繊細なシャドウ植栽計画を実施設計するため資金を提供を受けた1930年頃。 これらの成果で植栽が公園へと続いていくことになる。米国東部には自身のプライベートガーデンがある。ワシントン DC ジョージタウンにあるブリスケのダンバートンオークス、コネチカット州、ウォーターフォードにあるハークネスのサマーホームエオリアなど、現在はハークネスメモリアルステートパークとして保存されている。と、メイン州のシールハーバーにあるロックフェラーのイサザエリー、また、 マサチューセッツ州レノックスにあるウォートンの家であるマウントのランドスケープとガーデンデザインについてエディス・ウォートンと共同した。ヘンリー・ジェームズは現在コネチカット州ファーミントンのヒルステッド博物館として保存されているヒルステッドを所有していた彼女の最も魅力的な顧客の一人としてセオデート教皇のリドルを紹介した。1942年彼女は ウォルター・マコンバーと共にバージニア州アレクサンドリア近くのグリーンスプリングで庭園をデザインしたカリフォルニアの在来植物が誇るサンタバーバラ植物園はカリフォルニア州サンタバーバラでの彼女の才能を表しているイギリスで彼女の関わっている主要なプロジェクトであるダーティントンホールはデボンのドロシーホイットニーストレートエルムハーストからの依頼 彼女の所有したリーフポイントコレクション図面及び標本類はハーバード大学の管理下にあるアーノルド樹木画とそのアーカイブを除きカリフォルニア大学バークレー校環境デザイン学部の環境デザインアーカイブキャンパスに保管されている2014年ニューヨーク市立ニューヨーク植物園の地であるペギー・ロックフェラー・ローズ・ガーデン設計で名を知られた2014年の秋 女性によってデザイン設計され建設された優れて多様な場所やスペースが特定されている。ダンバートン・オークスのサイト計画彼女の最も注目すべき作品ダンバートン・オークスはワシントン DC ジョージタウン地区のミルドーレットとロバート・ウッズ・ブリスの不動産で彼女のデザインはイタリアのルネッサンス庭園といった特に欧州のデザインに触発され そして正式なテラスガーデンが降下する急勾配、ステッピング島側に近づいて、より自然な神秘性に移行するという、建築と自然環境との間に洗練された関係を確立することからなっている。ダンバートン・オークスのデザインは、アメリカで最高の新古典主義庭園の一つと考えられている。ファーランドのキャンパスデザインは三つのコンセプトに基づいていた。 学年を通して咲く植物、欠陥を隠すだけでなく建築を強調すること、そして建物間の小さなスペースが縮尺されないように直立して上がる植物を使うこと。彼女のデザインは実用性、シンプルさ、そしてメンテナンスのしやすさで有名。彼女はニュージャージー州プリンストンにある プリンストン大学では最初のコンサルティングランドスケープアーキテクトを務めた。新しい建物が現在プリンストンで建設されているので建築家がしばしばカリフォルニア大学バークレー校で論文を参照している。彼女はコネチカット州ニューヘブンにあるイエール大学のコンサルティングランドスケープアーキテクトも23年間務め湿地植物園などのプロジェクトを担当していた。 あとに、南カリフォルニアのオクシデンタルカレッジとカリフォルニア工科大学と共にシカゴ大学を含む他10のキャンパスを改良することを続けた。また、ペンシルベニア州立女性園芸学校の設計作業をも手掛けた。あとに、ハーバード大学アーノルドジモク木園のランドスケープコンサルタントも務めた。彼女の晩年はメイン州リーフポイントにランドスケープスタディセンターを 作ることに専念。ここで彼女は広大な庭園の開発と公共学習センターへの移行のための土地の準備を続けた。庭園とセンターの進歩について報告したリーフポイントガーデンズブレティンを発表。その後島で山火事があり、センターの継続的な運営を確実にするための資金不足に直面した後、彼女は1955年に準備を中止し、 庭を解体し財産を売却、そして最後の年の収入を使い切るという驚くべき決断を下した。ジョン・ロック・フェラー2世はメイン州ノースイーストハーバーに所有するアスタク、アゼリアガーデン用にリーフポイントの大型植物をすべて購入した。カリフォルニア大学バークレー校の大学とジェプソン、アーバリアに約2000の標本標本が与えられた。 彼女は植物と地域選択の永久記録として役立つとして、その後はメイン州マウント砂漠の友人、ルイスとエイミー・マグダレン・ガーランドの故郷であるガーランドファームで過ごし、最後の3年間を過ごした。最終的なには財産の大きさにあった親密な空間を作ったのはここでであった。86歳の時、 ベアトリックス・ファランドは1959年2月28日にマウント・デザート・アイランド病院で死亡した。彼女は夫と一緒にニューヨーク州ブロンクスのウッドローン墓地に埋葬された。ガーランド・ファームは2004年1月9日にベアトリックス・ファレンド・ソサエティによって購入され社会の使命はベアトリックス・ファレンドの生活と仕事を重視しながら演芸と 景観デザインの芸術と科学を育成することそれは、彼女の最後の庭を保存することと同様に、参照図書館とコレクション、地域の試験再演と教育プログラムの設立で、リーフポイントで最初期の教育任務を復活させることを計画したのである。ファーランドは自然景観を接続するために、可能な限り自生植物素材を使用して、信念としていた。 彼女のスタイルは多くの場合、庭の要素に大砲等の植物素材感や色合いを使用している。ありがとうございます。